アントン・ブルックナーの公共曲第1番派短調は1866年に最初の項が完成した公共曲である。作曲者自身が最初に番号を与えたのがこの公共曲である。実際にはこの前に終作の公共曲へ短調が作曲されている。公共曲第0番と呼ばれる作品は第1番よりも後の作曲だが、ブルックナーが 第2番と命名しなかった。1865年に弱種、1866年に完成、1868年に初演された。その後、1877年1884年に細部の改訂を行ったことが判明している。さらに、最初の作曲から24年を経過した1890年から1891年にかけ、 1> 約一年を費やし、この曲は全面的に改訂された。時期的には、公共曲第8番の改訂を終えた直後から、改訂作業に着手している。同じ主題と曲の進行を持ちながらも、曲の様式がかなり違ったものとなった。こちらの方は、この当時のブルックナーの活動地域から、ウィーン校、ウィーン版などと称される。この校は、ウィーン大学に捧げられた。 1893年、初版が出版された。この初版は、ウィンコーに基づくものであった。書き原点版が出版されるまで、この曲は、ウィンコーの形でのみ知られていた。1935年、ハース皇帝の原点版が出版された。ハースは、最終的にリンツコウィンコーの両方を肯定し出版し、皇帝報告も添えた。 もっともリンツ校については1877年時点の細部の改訂を行った後の譜面をもとに肯定していることをハースは明らかにしている。なお、一部の書籍にはハース版とリンツ校を同義に取る誤解が見られる。正確にはハース版の出版でリンツ校の存在が明らかになったというべきである。その後、ブルックナー協会の肯定がノバークに移り、 1953年にリンツ校に基づく原点版を出版した。さらに引き続き1979年ウィン校に基づく原点版を出版した。もっともこれらはハースが肯定したものをほとんどそのまま使用、細部の肯定を行っただけであった。また校舎については実際の肯定者の名前からブロッシェ版とも称される。ブルックナー協会からはその後、 1994年にアダージョスケルツォの遺構が出版された。この遺構は、この公共局のリンツ校のために書かれながら、最終的に採用されなかったと思われる譜面であり、1865年後のアダージョはコーダが未完成で1866年のアダージョは最後のコーダだけ新しく作られている。アダージョについては、現行アダージョと同じ旋律を用いながら、 その後の展開方法が異なる。1865年のスケルツォは、トリオは現行のものと同一旋律を用いているが、スケルツォの主部は全く別の音楽となっている。このほか従来出版されてきたリンツコ校から1877年の改定要素を除去し、1866年の純粋な第一校を復元、演奏する試みもなされている。 ハースの工程報告をもとにして、キャラガンが1866年校を復元し、これはティントナー式ロイヤル・スコティッシュ管弦楽団の演奏で CD 録音された。しかし、現時点でブルックナー協会からの出版には至っていない。フルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルニオン、トランペット2、トロンボーン3、ティンパ2、言語部ー員校が約50分。 リンツ校は約48分。伝統的な4楽章形式の公共曲である。この時点ですでに3つの主題を伴う、そなた形式を用いている。作曲者は晩年、この曲を聖域なフロージと評した。アレグロ波探調、4分の4拍子。そなた形式。提言に刻まれた更進曲風のリズムの上に第1バイオリンが第1、主題を奏してゆく。 この最初の提言の刻みは、ウィーン版では1小節足されて2小節分になっている。ここは、ブルックナー修作機の作品、更進曲に単調を彷彿させる。またその後のホルンの愛の手は、やはり修作機の序曲と単調に似ている。第1主題を確保した後、木簡による経過を経て第1バイオリンに、変歩調調の第2主題が現れ、第2バイオリンも絡む。チェロとホルン。 クラリネットへ受け継がれ強烈な経過部が来る。その頂点で全力を持って速度をいくらか遅くしてと指定された第三主題がトロンボーンで提示される。これが落ち着いていき、その断片が木管へ受け継がれると気分が一時静まり提示部が終わる。そのまま再び強烈になって管が第三主題を繰り返すところからが展開部。フルート、ビオラへ移り、 速度を落とすと、クラリネットが力を弱めて第一主題を奏でる。力を強め、弦と共にクライマックスを形成するがまた力が弱まる。こうして何度も盛り上がったり沈まったりするうちに展開部が終わる。冒頭の更新曲風のリズムが現れると再現部が始まる。第一主題が第一バイオリンで再現され、計画はなく続いて、第二主題が再現される。 その後の経過部は、さらに劇的になり、第三主題もかなり変形して再現され、この楽章のクライマックスを形成していく。フルート、チェロの順に第一主題の断片が出ると、コーダとなり、第一主題を扱いながら、情熱的に曲を閉じる。アダージョ変異長調、4分の4拍子。この頃のブルックナンはよく用いた ABCA、B の3部形式である。 低吊る音から始まる主要主題は、序情性に富む穏やかなもので、ホルンが加わり、弦によって単位法的に進行する。三本のフルートによる計画の後、ビオラのアルペジオに導かれて、副主題が第一にバイオリンにより、変度調調で奏でられる。副主題を簡単に扱った後、曲は中間部へ入る。中間部は、アン,ダンテヘンホ法調,調さ3。 4拍子で第1バイオリンにより中間主題が愛らしく出る。この主題を変奏的に取り扱う。その後、主部の再現となり、主要主題がバイオリンの細かい動きの中で低減によって再現される。副主題はクラリネットとファゴットにより再現され、バイオリンも加わる。力を徐々に増していき、コーダでは頂点で金管が騒音に響き、 現に副主題が現れる。間もなく力を落とし、消えるように曲が終わる。この楽章のみ、フルートが3本使われる。3本のフルートで作られる和音が散りばめられる。この他、ファゴットに、旋律らしい旋律が現れるのが、他の公共曲では見られない特徴である。また、この楽章には、上記の通り諸項が2種類ある。スケルツォ、シュネルト短調。 三分の四拍子。三部形式。同じ長、表紙であるモーツァルトの公共曲第四十番の第三楽章や、シューベルトの公共曲第五番の第三楽章に類似していると指摘される。ソヤで、原始的なスケルツォである。トリオは、途中長で速度を落とし、バイオリンのスタッカートの動きを伴って、ホルンにより、主題が出る。ーンコーは、完全に、 ダカーポしなくても良い指定がなされており、この指定を実行した場合には、途中からスケルツォが再起する。スケルツォ主部の定時部、再現部及びトリオにはそれぞれ反復が指定されている。これにも、全学章完成されなかった、全く違ったスケルツォの初行がある。コーダは、スケルツォの素材に基づく、力強いものである。ウィンコーへの改定の際にもコーダはそのまま残された。 フィナーレ、ベベイクとホイリック、破綻調4分の4拍子、ソナタ形式。16部音符を用いた細かい動きが多用されるほか、金管楽器やティンパにも重要な活躍を見せる楽章である。極めて速い音楽であるが、ウィーン版はオーケストレーションやアーティキュレーションなどが相当書き換えられている。運動的に火のようにと指定され、冒頭から、 激烈な性格の第一主題がいきなり提示されて始まる。確保された後に第一バイオリンとチェロに第二主題が変歩調調で提示される。木管へ受け継がれた後、破綻調に戻って現に第一主題の動機が現れ、コラール風の第三主題が現れる。フェルマータで途切れると、経過風の部分が続いて展開部へ入る。 展開部は前半は第一主題を扱い、大きく膨らむと余韻を残すように静かになり、後半部分へと移る。後半は第二主題を中心に扱う。はじめは、木簡と剣だが金管が加わり、やがて新たな戦律が登場すると曲はしばらくこの戦律を扱う。すると徐々に激しさを増し、ファンファーレ風の移行ーを経て再現部へ移る。 再現部の第一主題は変形されており、定時部のように確保されることもなく短縮されている。第一バイオリンによる第二主題が波長長で続くが、より対立法的に短縮されている第三主題も波長長で変形されて再現され、紅葉が沈まると曲は後代入る。木管中心に第一主題の動機を扱い、やがて金管が第一主題の変形を奏する。 弦が急速に活動し激烈に盛り上がって、頂点を作る。第一主題の断片が力強く奏される中、曲は波長長に転調し全曲を締めくくる。ブルックナーがこの後に作曲した公共曲第3番、第8番は最終回抵抗で演奏する指揮者が多いのに対し、第1番はリンツ校での演奏が多くなっている。両方の項で演奏する指揮者は稀である。 ウィーンコーは作曲者が公共曲第8番の後に1年もの長きを費やして改訂したものではあるが、リンツコーの持つ若々しさが失われたと評されることも多い。ありがとうございます。